こんにちは。本日はトレーニングデーです。皆さんからいくつかトレーニングの様子とかを動画で紹介してほしいですっていう意見もいただいていたので、今日は動画を撮ってみようかなと思います。コロナ禍になってから一旦ジムを中断してたんですよ。そうすると本当に体重っていうか見た目が徐々にやばいなって思って、パーソナルジムを再開することに決めました。パーソナルはトレーナーさんがいて自分がいればいいので、すごい安全な環境でトレーニングをしています。なので紹介します。はい、よろしくお願いします。すいません、ちょっと消毒がしておりますので、はい、ちょっと時間かかります。今来ましたね。はい、手洗いうがいの後はしっかり検温をします。まずはストレッチから。リクエストありますか？今日は前回の筋肉ちょっと残ってます。昨日取れたぐらいなので、はい、お腹と腕と尻のやつとやっちゃってあげて。わかりました。ストレッチをしてもらってます。トレーナーの阿部さんは5人のパパです。でこれもトレーニングのおかげですよ。そうなんですか。最初ウォーミングアップからいきましょう。はい、で足の裏同士をつけていただいて、足の裏で一番立てます。でこの状態からお尻を締めてお尻を持ち上げましょう。はい、と20回いきましょうか。ウォーミングアップをしたので、じゃ食事取ってきました。取りました。何食べたんですか？チラシです。いつもより全然いい。いつももっと結構ジャンクフードっぽいの食べてらっしゃるんで。秋葉原和食ないですか？最近タンパク質取れるように心がけてるんですよ。でそれでお菓子をちょっと減らしていただいて。はい、ファンの人がめっちゃたくさんお菓子を送ってくれるんですよ。海外の方も含む。お菓子が家に大量にある。じゃあヒップスラスト。はい、足跡10センチ前に出しましょう。同じです。でいきます。はい、せーの、よし、足を締めて。今日食べるんですか？この後この後しランチ行きます。事前に消費していきましょう。はい、8、お尻を締めて、9、10、これ20いきます。トレーニングしておくとね、こう罪悪感なく食べれますよね。そうですね。何もしてないのにダラダラして食事ばっかりしてると罪悪感しかない。やりましょう。はい、30です。かかともう1センチ前に出しましょう。ちょっと上げていきましょう。よろしいですか？こんな感じで、せーの、はい、締めて、1、お尻を締めて、2、3、4、バランスを取って、水分補給しましょうか。軽かったですか？いや、重いです。ほんまに痛い。戻ります。はい、次も30でいきましょう。何回目ぐらいからつく感じますね？10回目ぐらい。ちょうどいいですね。上肢もうちょっと下がりましょうか。はい、肩ともう2センチ前に出します。膝、つま先、正面向けて、で次もじゃあ15回目標で。一番効きますから、はい、この3セットやるためにね、2セットが1セットも2セットもやったら、スタート。10、足を締めて、11、頑張って、12、13、14、さあ出そう、15、OK。 はい、お疲れ様でした。走り痛かった。めっちゃ痛い。痛かった。歩けない。でも来た時よりやっぱ上がりましたね。フレグシュワールとね。え、違う。はい、楽しいです。すごい。めっちゃいい感じ。すごい。お尻がプリンプリン。夏を楽しむためにトレーニング頑張っております。未来への自己投資ですね。なるほど。健康とか美はね、自分に投資して
未来も健康に過ごしましょう。女子高生とかも帰ってらっしゃるので、自己投資のためにみんな意識めっちゃ高いですね。負けたくないただこれ履いていただいて、女子高生でも頑張ってるんだったら私も頑張らないと。で、骨盤が傾かないように右の膝を45度まで開脚します、はい。できるかも。どこに効きますか？あのね、ここちょうどね、大体ここです。ここターゲットはもも裏、お尻、腰、背中ですね。あと背筋もこれ鍛えますよね。これ結構好きです。あ、本当ですか？これね、そう、女性に効いたんですよ。イメージはね、もも裏とお尻の境目を作ってるような。いっぱいやってみましょう、はい。ぐるぐるって回していきます。左右均等の背中でいきましょうか、はい。動き出すのはしてください。お尻を壁に突き出してお辞儀をします。座下15センチになったら1、後ろを突き出して、後ろを締めて、めっちゃ二の腕気になる。ドレス着た時めっちゃ細かったです。そう、二の腕が本当2センチぐらい。でも2センチ細くなるって結構大変か。骸骨ですよね。二の腕が太くなる方の特徴ってあって、痩せてて二の腕太くなるってもう決まっててですね、まあ、一つは姿勢が悪いからですね。例えば姿勢がこう巻き肩だとこうなるので、日常生活でやっぱ腕を振らない方ですね。巻き肩で歩かないってなるとやっぱりどうしてもプルプルになります。痩せたとしても二の腕だけは。じゃあ二の腕、はい、いきます。私も今日初めてなので重りなしでいきましょう。重りなくてもきついと思います。ゆっくり肘を後ろに曲げていきます。で、ここから伸ばしてピーンと1で曲げて2、下ろすのゆっくりですね。本当そう、きつい。まだ2セット、あと2セットくらいありますから。崩
骨や。二本腹はまあ弱いですよね。腹筋も結構弱いですよね。さあでは戻りましょう。はい。じゃあ脇締めて肘を後ろに曲げていきます。伸ばして1。それはた反則です。はい、反則しちゃった。怒るの見たいけど、持つのもしんどいからやめようかなって。この状態で息を吐いて、腹筋を潰すように丸めていきます。1。ゆっくり上げて下ろします。2。前は強くなってきましたね。サポートしないと一回もできなかったので。あのダンス踊ってるのに。ダンスは動き方のコツがあるから、まあ私筋肉ないから逆にキレがあんまりない方なんですよ。キレがなくても女の子のダンスはうまく見せられる方法があるんですけど、筋トレポッチしたら多分もっとダンス上手くなると思います。はい、2セット目いきましょうか。はい、じゃあ10回いきます。もうしんどい。息吐いて。痛みが無言になってしまうね。しんどくて。アイドルの方って筋トレ上手な方多いですよね。筋トレってセンスがあって、フォーム指導してもできない方って1ヶ月2ヶ月できないんですよ。そう、力が強い弱いとかじゃなくて、アイドルの方、ダンスやってる方は1回言うとできるんだので、めちゃくちゃセンス高い人多いです。なんかちょっと通ずるところあるんですかね、ダンスと筋トレって。こうしたらここに力が入るのねっていう感覚イメージが多分つくんですよね、きっと。つらい、もうつらい。はい、じゃあ息吐いて背中を丸めていきます。ラスト上で5秒キープしましょう。ここで5秒キープ。5、4、3、2、1。痛い。痛い。痛い。プランクいきます。はい、この後プランクって聞こえた。デザートです。デザート。プランクデザート。腹筋シンクやってからプランクあるとめちゃくちゃ効くので、自分との戦いに負けるんですよ。さあ、行きましょう。はい、肘をついてお腹固めて足を片足伸ばします。はい、はい、お腹にグッと力入れたらお尻も締めて、ここです。あと30秒いきます。今の何秒できるこれ。気分もスカッとして一日頑張れるんですよね。トレーニングはめちゃめちゃおすすめの美容法だし、健康法なので意識が上がる大切な時間となっておりますので、これからもトレーニング頑張りたいと思います。こんにちは。なにこんにちは。え、なにびっくりした。私がお客さんで来てて、この後ユウコスってことでなんか動画使えるか分からんけど全然使ってくださいっていうやつ。びっくりした。頑張ってね。何味にしました。メロン。
メロンとかあるんですか？あります、ね、今日飲んでみよう。グッドボタンとチャンネル登録よろしくね。